はい、おはようございます、クリスマスの思いといえば、私ですね、クリスマスですね、プロポーズしたんですけど、その時にですね、サプライズをしすぎてですね、最初に洗剤をあげたことをですね、で後で花束を用意したんだけど、その洗剤がヤバすぎてですね、一生言われている、対象です。はい、僕のクリスマスの思い出は、夜中、幼稚園の時夜中起きたら玄関が開いてまして、で玄関のところにプレゼントを置かれてて、ずっとジングルベルみたいなベルが流れてて、サンタさんいるなと思った、はい、出す、はい、そんなサンタクロースから、はい、サンタ来たんですね。はい、ローストビーフです、今日はミスジを、40、昨日57度で3時間サンタさんがやってくれました。はい、それを、君玉つけて、そうやってこれ、はい、で、この茎わさび行って、はいはい、はい、ローストビーフです。ガス、どうですか。はい、どうぞ。これですか。もうちょっと二日酔いだけども、いけるな。はい、みんな、うまい、うまい、うん、って感じで、良いクリスマスを。これ、100円で販売です。待って、